日本東京都関東地方大田区、南馬米南馬米は東京都大田区の町。現行行政地名は南馬米1丁目から南馬米6丁目。郵便番号は143-0025。東京都大田区の北部に位置する。北部は関7通りに接し、これを境に東馬米に接する。東部も関7通りに接し、これを境に山王に接する。 南部は中央、池上にそれぞれ接する。西部は第二景品に接し、これを境に中間米、西間米にそれぞれ接する。町域内は駅周辺に商店などが見られるほかは、主に住宅地になっている。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、南間米4の13の18の地点で40万9千円、平方メートルとなっている。 町域生誕の第二景品下に、都営浅草線西五込駅がある。また、町域北部は、道線馬込駅が近い。他に、付近を通るバス路線の利用もある。他に、町域内を、東海道新幹線、横須賀線の線路が通っているが、地域内に横須賀線の駅はない。小田原州所領役長によれば、ご北条氏の家臣、梶原助五郎は、 マゴ村に所領を与えられ、マゴ城を居城としていた。梶原氏は自称、樹衛の乱で活躍した、武将、梶原景時の子孫を称している。城市付近には、満腹禅寺があって、寺の回帰である梶原景時の墓がある。この古刹には他に、戦国時代、北条氏直の家臣であった、梶原三河守が使用したというバグも保存されている。城は、 大きな規模であったというが、今では住宅地と化して移行が確認できないばかりでなく、正確な城の範囲を確定することも困難となっている。しかし、第二景品の馬込付近は坂道が続き、両側が崖状になっている難所である。城を築くに適した地形で、追記以前よりあったという超音寺の隣に、八幡神社があって、ここは崖の上の要害に位置し、 江戸時代でも、孫目村の中心地であったという。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。南孫目四4丁目32番8号に、三島幸男が1959年5月から居住していた家がある。ありがとうございます。